ースをお伝えしていきます。鹿児島県の桜島で今日午後8時5分ごろ爆発的な噴火が起きて噴石が 2.5 キロ付近まで飛びました。気象庁は桜島に噴火警報を発表した上で噴火警戒レベルを最も高いレベル5の避難に引き上げました。南岳山頂火口から3キロ以内の鹿児島市の有村町や古里町などで大きな噴石に厳重に警戒が必要です。また火口からおよそ2キロの範囲では火砕流に警戒が必要だとしています。自治体からの避難の情報に従って直ちに避難するように呼びかけています。全国の火山で気象庁が噴火警戒レベル5の噴火警報を発表したのは平成27年に鹿児島県の口永良部島に発表して以来で、平成19年に噴火警戒レベルが導入されてから2回目です。桜島を管轄する鹿児島中央警察署によりますと、これまでのところ被害の情報は入っていないということですが、引き続き情報の収集を行っているということです。また鹿児島市消防局によりますと、午後8時40分の時点で噴火による被害の情報は入っていないということですが、引き続き情報を収集中だということです。鹿児島県の桜島で今日午後8時5分ごろ爆発的な噴火が起きて噴石が 2.5 キロ付近まで飛びました。気象庁は桜島に噴火警報を発表した上で噴火警戒レベルを最も高いレベル5の避難に引き上げました。南岳山頂火口から3キロ以内の鹿児島市の有村町や古里町などで大きな噴石に厳重に警戒が必要です。また火口からおよそ2キロの範囲では火砕流に警戒が必要だとしています。自治体からの避難の情報に従って直ちに避難するよう呼びかけています。全国の火山で気象庁が噴火警戒レベル5の噴火警報を発表したのは平成27年に鹿児島県の口永良部島に発表して以来で、平成19年に噴火警戒レベルが導入されてから2回目です。桜島を管轄する鹿児島中央警察署によりますと、これまでのところ被害の情報は入っていないということですが、引き続き情報の収集を行っているということです。そして鹿児島市消防局によりますと、午後8時40分の時点で噴火による被害の情報は入っていないということですが、引き続き情報を収集中だということです。政府は今回の噴火速報を受けて、総理大臣官邸の危機管理センターに設置している情報連絡室で被害の確認など情報収集と警戒に当たっています。気象庁が桜島の噴火警戒レベルを5に引き上げたのは平成19年12月に噴火警戒レベルが導入されてから今回が初めてです。気象庁が桜島の噴火警戒レベルを5に引き上げたのは平成19年12月に噴火警戒レベルが導入されてから今回が初めてです。